日本東京都中野区東中野東中野は東京都中野区の町名。現行行政地名は東中野1丁目から5丁目。住居表示実施済み区域である。郵便番号は164-0003。中野区の最東部に位置し、神田川にも接している。西部は中野区中野、南部は大久保通りを境に、中野区中央、神田川を境に東部を、 新宿区北新宿、北部は早稲田通りを境に新宿区上落合と中野区上高田に接する。北東部は新宿区高田の馬場,場にも接している。町域内は主に住宅地として利用されている。神社は氷川神社。東中野には東中野駅があり、中央、総武観光線と都営大江戸線が利用可能である。また、 上落合の境目にあたる早稲田通り沿いに、東京メトロ東西線の落合駅もあり、こちらも利用可能である。地域のほぼ中央を山手通りが従官し、車の往来も多い。明治大学付属中の中学校、高等学校があり、山手通り早稲田通り今にある東中の銀座通りには、学生向けの飲食店が立ち並び土日の昼時には、学生で賑わう。 東中の一丁目から三丁目は住宅が密集している。東中の駅西口から明治大学付属中の中学校、高等学校にかけて二丁目と三丁目の境を走る JR 線は堀切りになっており、その側崖けには桜が植えられ、春になると多くの写真家や鉄道愛好者などが撮影に訪れる有名なスポットである。東中野四丁目は 駅周辺に、ポレポレ東中野というミニシアターや飲食店街の東中野ムーンロード、居酒屋、パチンコ店などが並ぶ商業地となっている。東中野五丁目には2008年度まで中野区立東中野小学校があったが、2009年度より中野区立中野昭和小学校と統廃合したため、昭和省の名称を変更した中野区立白鸚小学校に通うようになった。 結婚披露園場のウエストもサード日本各元地にあることでも知られている。なお、急に本格跡地には現在高層マンションがあり、複合商業施設ユニゾンモールが2007年12月1日にオープンした。JR 都営地下鉄東中野駅の西方の中央線、線路沿いの桜並木と菜の花、2017年12月にすべて伐採予定。 住宅地の地価は、2017年の工事地価によれば、東中の1の14の5の地点で66万6千円、平方メートルとなっている。1966年10月1日の住居表示実施により、現行の東中の1丁目から5丁目が成立した。9丁目へとの対比は以下の通り、2017年12月1日現在の世帯数と、 人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ベンザイングリッシュポスター。ありがとうございます。